水野真理子さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。さて、今ラジオをお聞きの皆さん、口臭や体臭などこの季節自分の匂い気になりませんか？気になります。ね、なんか人の匂いが気になると自分も大丈夫かななんて心配になりますよね。匂いは分かるんだけど自分の匂いは分からないですからね。気にならないです。はい、でもいつでも大丈夫って自分に自信持てたら嬉しいですよね。どんどん人に会いに行きたくなりますね。はい、今日はですね、一粒飲めば口からほのかなバラの香り、これからの季節を引き続き飲むフレグランス、吐息はバラのご紹介です、はい、ラジオトーキングではもうすっかりおなじみの吐息はバラなんですが、はい、最近たくさん出回っている口臭ケアグッズのように人工的な匂いで一時的に口臭を抑えるというものではないんです、はい、個性差はありますが、一粒飲めば30分ほどで口からほのかにバラの香りが漂い始めるんです。しかも朝飲むと夜までずっとほのかな香りが続きますので、例えばニンニクなどちょっと匂いの、ね、きつい料理を食べた後とか、あとお酒を飲んだ後、はい、
この小学生はお母さんの遺品から見つかったそのテストを今でも大切にしているという。私、そうだな。